はい、こんにちは、116WINSです。さあ、ドジャースタジアムで行われる今年のオールスターのファン投票の第一フェーズが間もなく終了を迎えますね。投票は現地時間6月30日の東海岸時間で午後2時までとなっていて、もしかしたら皆さんがご覧になっている頃には投票締め切っているかもしれませんが、先日その第一フェーズの最後の途中経過が発表となっていました。今年のオールスターでは第一フェーズで各リーグポジション問わず最も多くの票を集めた選手は自動的にオールスタースタメンとなるんですが、AL ではヤンキースのアーロン・ジャッジ、NL では地元開催ドジャースのムーキー・ベッツが最多票数を集めていまして、まだ最終的にどうなるかはわからないものの、今のままいけばジャッジとベッツのオールスター出場、オールスタースタメンとなることでしょう。なお残りのポジションについては各ポジションの得票数上位2選手、外野手については上位6選手による決選投票が第2フェーズとして第1フェーズ終了後に行われる予定となっていまして、この2段階の投票を経て今年のオールスターのスタメンが確定する運びとなります。で、まあ途中経過見た限りはどのポジションも各リーグを代表するスター選手がかなり名を連ねているなといった印象なんですが、少し見慣れない選手が現在投票独走しているのが AL のキャッチャー部門。今季好成績を残しているブルージェイズのアレハンドロ・カークにかなり票が集まっている状況で、エールのキャッチャー部門2位のヤンキースホセ・トレビーノと比べても120万票近い差が生まれていますので、第1フェーズ中にこの差が埋まることはまあまずなさそうですし、第2フェーズでも問題なく勝てそうな勢いで MLB ファンからの票を集めていますね。5月から本格的に調子を上げ始めた23歳のキャッチャーは5月の打率が3割4分7厘、6月も打率3割5分9厘と全くペースが落ちるどころか、むしろ打撃の状態はさらに良くなっている印象すらあり、シーズン通算では65試合で打率3割2分5厘、OPS 9割4分1厘、キャッチャーとしてどころか、他のポジションの選手たちと比較しても文句なしの打撃成績で、強打者勢揃いのブルージェイズ打線でも最近では4番を務める機会も多かったり、まさにブレイクイヤーといった感じですよね。しかしカークはもともと誰もがものすごい高い期待を寄せていた選手というわけでもありませんでした。メキシコ出身のカークは2016年17歳の時にブルージェイズと契約を結んだわけですが、当時身長が約170センチと野球選手として非常に小柄ながらも、体重が約91キロとおおよそプロスペクトとは思えない体型をしていたみたいですね。ブルージェイズがカークを発見したのもまさに偶然の産物で、もともと別のキャッチャーをスカウトしに訪れた試合でたまたまカークを見つけて、そこで広角にライナーを打ち分けるバッティングや、キャッチャーとしての柔軟性や運動能力の高さ、肩の強さなどあらゆる面において当初狙っていたキャッチャーよりも優れていたことが、ブルージェイズのスカウトの目に留まったとか、当時のブルージェイズは前年にゲレーロジュニアと規定額を超える契約金で契約を結んだペナルティを受けていまして、カークのような中南米の有望株と契約する際に使えるお金に大幅な制限が設けられていましたが、幸いカークは他のチームからもマークされていなかったため、そういった制限の下でもこのダイヤの原石と契約することができました。ブルージェイズと契約した後のカークは比較的順調にステップアップしていきました。交通事故で手を怪我したため2017年こそ1試合の出場にとどまりましたが、2018年はルーキーリーグで打率3割5分4厘、2019年には20歳でハイエーまで到達し、ここでも打率2割8分8厘と契約時から評価されていたバッティングがマイナーでも通用していましたし、特にコンタクト能力がこの時から際立っていたようですね。とにかく三振が少なく、それでいて平均以上のパワーポテンシャルも持ち合わせていたため、ブルージェイズ傘下のプロスペクトランキングでもランクアップ。2020年はコロナ感染拡大の影響でマイナーのシーズン自体が中止となってしまいましたが、プレーオフ争い真っ只中でジャンセンとマグワイアのキャッチャー陣のバッティングの調子がなかなか上がらなかったブルージェイズは、9月にカークのメジャー昇格を決断。実戦から遠ざかっていたはずなんですが、9試合の限られた出場機会で打率3割7分5厘と結果を残し、レイズとのワイルドカードシリーズでは DH でスタメン出場も果たしましたよね。昨年は怪我の影響などもあって60試合の出場にとどまり、さらにキャッチャーのトッププロスペクトであるガブリエル・モレノの昇格も控えていたため、しばしばトレード候補としても名前が挙がっていたカークでしたが、今季オールスター級の1年を過ごしている現状を考えればチームとしてはキープして大正解でしたね。で、カークの何がすごいかと言われると、やはりどんなボールでもヒットにしてしまう力ですよね。とにかくバットに当てるのがうまく、ゾーン内のコンタクト率が 88.6% と、まずゾーン内であれば空振りしないのもすごいんですが、それでいて苦手なコースも特にないんですよね。こちらが今季のカークのコース別の打率となりますが、ストライクゾーン内はインコース真ん中で打率2割6分1厘なことを除けばほぼ高打率。ピッチャーとしてはカークに対してゾーン内で勝負してしまった以上、最低でもヒットを打たれることは覚悟しないといけないくらいにはどのコースもよく打っていると。このコンタクト率の高さと苦手なゾーンがほとんどないことも影響してか、2ストライクと追い込まれた状況でもヒットを量産していまして、2ストライク時の打率が2割9分2厘、
これは今季50打席以上2ストライクカウントを迎えた選手の中では、ツインズのルイス・アライズに次ぐ MLB2 位。いかなる状況でもヒットを生み出しうる力があるからこそ、今これだけ打てているのかもしれませんね。またブルージェイズのスカウトが彼を最初に発掘した時にも注目していたポイントではありましたが、広角に打ち分ける技術も MLB でしっかり活かされています。こちらが今季のカークのヒットのチャートとなりますが、シングルヒットは本当にフィールド上まんべんなく落としているなという感じですよね。ヒットは当てるけど長打はそこまで多くないというのがカークの個人的な印象でもありましたが、最近では引っ張り方向のパワーも見つけたようで、4月はホームラン0だったところ、5月3本、そして6月は7本、シーズン20本は期待できそうな感じになってきていて、コンタクトとパワーを両立した無敵のキャッチャーがもしかしたら完成するかも。キャッチャーというなかなか攻撃面の貢献を得られにくいポジションで、これだけの選手が出てきたのはブルージェイズとしても他球団に対して大きなアドバンテージを得ましたよね。ただでさえモレノやジャンセン、コリンズといったキャッチャーがいるのに本当に羨ましい限りです。また守備にしばしば課題があると言われがちなカークですが、そちらも今季改善の兆しが見られます。昨年までは平均以下とされてきたフレーミング指標も今季はプラスに転じて MLB 上位 4% の水準となっていますし、盗塁阻止率も昨年から上昇、すでに昨年と同じくらいのイニング数を守っていますが、パスボールはまだゼロですし、ワイルドピッチの数も大幅に減らしてきていますので、ブロッキングの面でも成長が見られると。キャッチャーというポジションの性質上、どうしても打てるだけの選手だと、いずれは DH やファーストなどのポジションに移らざるを得ないこともありますが、今季守備でもワンランク上の選手となったことで、カークのキャッチャーとしての将来も明るくなりました。攻守にこうしてインパクトを残しているからこそ、ブルージェイズファンのみならず多くの MLB ファンから今こうしてオールスターの票が集まってるんでしょうね。もちろん今季のエールのキャッチャー部門は、昨年のホームラン王で昨年のオールスタースタメン出場したロイヤルズのサルバドール・ペレスが怪我による離脱や成績不振も相まって、今季の活躍を考慮すればほぼカーク一択の状態という点も彼にとっては追い風となっているでしょうが、チーム内で優秀なキャッチャーも多く、場合によっては今季でブルージェイズ内での立場すら危うくなっていたところ、攻守に大きくステップアップする1年としたことが何よりもこの票数につながった大きな要因でしょう。17歳でブルージェイズと契約した際にはまだ原石だったカークも、いよいよ本物のダイヤモンドに、スターへの階段を上りつつあります。ここまで瞬く間にスターになるとはきっとブルージェイズファンの方でも思っていなかったでしょうが、ジャンセンが怪我から復帰したらブルージェイズは MLB で通用するキャッチャーを4人も抱えることになりますので、誰を使おうかと悩めるのもまた贅沢な話ですよ。打てるキャッチャー見ていても楽しい存在なので、今後の活躍が楽しみな選手となりそうですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。